こんにちは。ソニー R&D センターの渋谷です。この動画はディープラーニング8.4系列データモデリング RNN LSTM トランスフォーマーの第11回の動画になります。今回の動画では BART、そして T5 と呼ばれている事前学習済み言語モデルについて説明をしたいと思います。前回に引き続きこちらの年表を使ってお話を進めたいと思います。 今回はこちらの領域ですね。BART と T5 についてお話をします。まずはじめに BART について紹介していきたいと思います。その前に ELMO と GBT について少しおさらいをしておきたいと思います。ELMO は前々回の動画で紹介しましたが、LSTM ベースのバイディレクショナルな言語モデルになっています。 でその言語モデルを大量のテキストを使って事前学習をしておき応用タスクに適用する際にはその言語モデルに対して応用タスクの入力文を与えますでその言語モデルの LSTM から出力される中間表現をエンベディングとして使う別に用意しておいた応用タスクのためのニューラルネットワークにエンベディングとして入力として与えるそれが ELMO のアプローチでした 言語モデルをエンベディングを得るためのツールとして使う、そういったアプローチが LMO でした。一方、前回の動画で紹介した GPT ですが、こちらはトランスフォーマーベースのユニディレクショナルな言語モデルになっています。情報の流れは左から右方向のみの言語モデルになっています。その言語モデルをやはり大量のテキストを使って事前学習しておき、 応用タスクに適用する際には、その事前学習した言語モデルをファインチューニングする形で使うというのがこの GPT のアプローチでしたで。応用タスクによっては、1文のみ入力するもの、2文入力するもの等がありますけれども、その入力の形式を工夫することで、1つのモデルを使い回すことができると。それが GPT のアプローチでした。 で今回の動画で紹介していく b ー r t なんですけども、ELMO、GPT、それぞれに共通点があります。例えばですけども、ELMO はバイディレクショナルなモデルで、GPT はユニディレクショナルなモデルでしたけども、BART はバイディレクショナルなモデルになっています。 一方で、ELMO は LSTM ベースのモデルで、GPT はトランスフォーマーベースのモデルでしたけれども、この b ー r t はトランスフォーマーベースのモデルというところで、その点においては GPT と共通しています。また、ELMO は言語モデルをエンベディングを得るためのツールとして使っているという、そういうアプローチでしたけれども、GPT をファインチューニングするというアプローチでしたけれども、BART はファインチューニングをするという点で、この点においても GPT と共通しています。 このように BART は ELMO、GPT、それぞれに共通しているところ、あるいはまあ異なっているところもあるんですけれども、そういったものになっています。ここからはより詳しく BART について説明していきたいと思います。こちらが BART の概要のスライドになっているんですけれども、BART の名前は BiDirectional Encoder Representations from Transformers の BERT を取ったものになっています。 バートの論文は2018年の10月にアーカイブにアップロードされています。で学会としては2019年のナクル、ナクルは自然言語処理系の国際会議、最高の国際会議の一つなんですけども、そちらの方でまあ発表されていて、そちらのプロセーディングスに、えー、含まれています。でこの2019年のナクルでベストペーパーアワードを受賞している論文になっています。 で中身としては24層のトランスフォーマーエンコーダーで構成されるバイディレクショナル言語モデルですよと。で事前学習はブックコーバスと呼ばれているテキスト、8億単語からなるテキストと、えー、英語のウィキペディアですね、25億単語からなるんですけども、これらを合わせて使って言語モデルの事前学習を行いますと。で応用タスクの評価としては、スクワット1.1、スクワット2.0、グルーと呼ばれて、 る自然言語理解のベンチマークこちらは以前の動画で紹介したものですけれどもで劇的な精度向上が見られましたよとまあ、これがバートの論文の概要になっていますでここからはバートのアーキテクチャあるいは事前学習とファインチューニングそういったアプローチについて説明をしていきたいと思います まず、b ー r t のアーキテクチャについての説明ですけども、b ー r t はトランスフォーマーのエンコーダーのみを使うアーキテクチャになっています。エンコーダーのみを使うので、これがトランスフォーマー、オリジナルのトランスフォーマーですけども、この左側のエンコーダーと、あとは出力層を持っている、ここを組み合わせたようなイメージになります。それを絵に描いたのがこちらになっています。 でエンコーダー側を使うので特徴としてはアテンションは両方向双方向にアテンション情報の流れがあると未来の単語が過去の単語に対して注意を向けることができるだけではなくて過去の単語が未来の単語に注意を向けることができるとあるいは情報の流れは左から右だけではなくて右から左の情報の流れもあるとまあそういったようなアーキテクチャになっています。 で、その BART、トランスフォームのエンコーダーを、えー、事前学習してファインチューニングするというアプローチをとっています、えー。事前学習したモデルのパラメータを応用タスク向けファインチューニングの初期値として利用しますと。えーまあ、プリトレーニング、事前学習ですね。BART を、まあ、言語モデルの 目的関数ですね、ロスファンクションで事前学習して、その事前学習したモデルを使って、例えば MNLI、NER スクワット、こういった、これはまあ応用タスクの名前ですけれども、に適用する際には、その事前学習したモデルのパラメータを初期値として、それぞれのタスク向けに目的関数を用意して、パラメータのアップデートをする、それがファインチューニングというふうに呼ばれてますけれども、こういったアプローチを b ー r t では取っています。 でこれ自体は前回紹介した GPT と同じになっています。さて、BART の事前学習なんですけども、少し今までの通常の言語モデルの事前学習と異なっている点があります。それについてお話をしたいと思います。でまず1つ目なんですけども、テキストの入力ですね。テキストの入力方法がそれまでの言語モデルと異なっています。 でまあ、これは事前学習時のテキストの入力のお話ですけども、コーパスから2つの文を選んで入力するということを行います。2つの文を選んで同時に入力すると。でその入力する形式も決まっていて、この CLS というのと SEP という特殊な記号を用意した上で、1つ目の文、選んだ2つの文のうちの1つ目の文の単語列と2つ目の文の単語列をこれらの記号で挟んで、 これを一つのシーケンスとして、パート、言語モデルに入力するということを行います。CLS はクラシフィケーションの略です。この CLS がなぜクラシフィケーションなのかは後で説明します。SEP はセパレーターの略でま区切るものという意味ですけども、文1と文2を区切っているというま意味になります。また細かいところですけども、先ほど単語列というふうに 説明したんですけども、実際にはサブワードの列になっています。本研修の第2回の動画で少し触れたんですけども、このバートでは文を区切る単位として単語ではなくてサブワード、より正確に言うとワードピースという単位に区切ってその系列を入力する、このアプローチをとっています。で、これが入力の形式です。 で事前学習の目的関数ですね、ロス関数なんですけども、2つの目的関数を組み合わせる、まあ、マルチタスク学習、マルチタスクラーニングの要領で学習します。で2つというのは何かというと、マスクのランゲージモデルと呼ばれているもの、MLM とも略されます。と、NEXT SENTENCE PREDECTION、NSP と略されますけども、この2つの目的関数の組み合わせでモデル学習を行います。でそれぞれについて説明をします。 マスクドランゲージモデルなんですけども、まあ、穴埋め問題を行うという目的関数になっています。何をするかというと学習データ中の15%の単語、まあ、サブワードですけども正確にはについてそこに当てはまる単語を予測するという問題を解きます。 でこの15%のうち80%はマスクという特殊記号に置換する10%はランダムな単語に置換する10%は元のままという、まあ、方法を取ります、えーまあ、下に例があるんですけどももともとコーパスから選んだ2つの文が He has a dog というのと His dog is very cute とこの2つの文が、まあ、コーパスから選ばれた2つの文だとしますと で、この、まあ、単語区切りになってますけども、このうちの15%、この場合、まあ、今、イズとベリーが選ばれているんですけど15%、ここに当てはまる単語を予測する問題ですとで。当てはまるっていうのはどういうことかというと、さらにこの15%のうちの80%はマスクという特殊記号に置換して、10%はランダムな単語に置換すると。まあ、ここはイズを r ーに置換された例を示しているんですけども、えーまあ 10%はランダムな単語に置換すると、で10%は元のままというところで、15%を、まあ、ある意味隠した状態で、そこに当てはまる単語を予測すると、で隠し方が、まあ、3種類あって、1つは完全に隠す、マスクという特殊記号に置き換えると。 1>, でえー、1つ10%は、えー、ランダムな単語に置き換えてそれを元の正しい単語に直してくださいという形で、えーまあ、隠すとで10%はある意味フェイクで、えーまあ、ここには例はないんですけどもあえて単語を変えずに、えー、それが正しいかどうか判断しなさいというような形で、えー、そこに当てはまる単語推測をるというのがこのマスクドランゲージモデルになっています。 この下の例では、非ハザード、1つ目の文は全く隠されていないんですけども、2つ目の文で、His dog are m マスク、cute というまあ形に元の文が変換されていて、このマスクに当てはまる単語はベリーですよ、そしてアーというのは実はもともとですだったんですよ、とまあそういったことをまあ推測する問題を解く、これが1つ目のマスクドランゲージモデルになっています。まあ このマスクドランゲージモデルの気持ちとしては、ここに当てはまる単語を推測する、あるいは単語を正しく直すには、えー、かなり文脈というのが大事になっていて、まあ、こちらはまあ短い文ですけれども、えー、文法的な、表層的な情報だけではなくて、えー、文脈とか一貫性とか、まあ、そういった高度な判断が必要、そういったタスクになっています。 1で一つポイントとしては、やはりこの正解ラベルというのはもともとのテキストから自然に作られるもの、人間が何かアノテーションをしなければいけないタスクではないので、まあ、自己教師あり学習の形で学習できると。つまりテキストを大量に集め,集めるほど自然と学習データが増えるというような形になっています。2つ目の NEXT SENTENCE PREDECTION なんですけども、2分。 先ほど、コーパスから2つの文を選択と言ったんですけども、その選んだ2文が隣接した文かどうかの予測をする、日分類問題を行うというものになっています。実は、2文を選ぶ方法は、まあ、について後で説明しますよというふうに述べたんですけども、学習データの50%です、ね、は、同じドキュメント、同じ文書の隣り合う文から持ってくる。 で残りの50%はランダムに違う文章から適当に2つ1つずつ持ってきて、全然関係ない文を並べて入力するというのが50、50%で起こるように、学習データを用意すると。で、その入力された2つの文が、隣り合う文なのか、そうでないのかという分離問題を行うというのが、この NEXT Sentence Prediction です。 でそのために用いるのが、ここの CAS という特殊トークン、先頭に用意した特殊記号になります。そこに該当する最終層で、この日分類を行うと。 で、まあ、隣接する場合は isNext、全然関係ない文の場合は notNext という、まあ、ラベルを振っておいて、えまあ、この場合は he has a dog, his dog is very cute と、まあ、同じ文書から隣り合う文を持ってきた、まあ、前提になっているんですけども、この場合は isNext ですよねというのを日、まあ、分類を行うというのが NEXT SENTENCE PREDICTION になります。で、この NEXT SENTENCE PREDICTION の気持ちとしては、 以前の動画で紹介したグルーですねには2つの文の類似度を測るようなあるいは同じ意味かどうかを判別するようなタスクがありましたがそれのための事前学習を行うとしかも自己教師あり学習の形で行うというのがこの n e x t s e n t e l e s p r e d i c t i o n になっています。 2つの文をランダムに取ってくるか同じドキュメントの隣り合う文を持ってくるかというところでこれも人間がアノテーションせずに正解選びを与えることができるというところでこの自己教師ありの学習の形で2つの文の関係性を分類するようなタスクをその事前学習として行うというところで しかももう一つメリットとしてあるのは、この CLS という、ここに該当するトークンに、この2つの文の情報を集約するような形で学習ができると、そういったような狙いで、この NEXT SENTENCE PREDICTION というのが導入されているものになります。これが BART の事前学習になっています。マスクドランゲージモデルという タスクと NEXT SENTENCE PREDECTION というタスク、この2つの組み合わせ、マルチタスク学習で言語モデルを学習すると。で、その入力するときには、この CLS と SEP という特殊記号を使って2つの文の単語列、あるいはサブワードの列を挟むと。で、それが、この下の図がその例になっていて、そうですね、もともとは He has a dog h i s dog is very cute だった このベリーっていうのがマスクされていて、イズが r に置換されているんですけど、その隠された単語、あるいは置換された単語がもともと何だったかっていうのを推測するのと、2つの文の関係性を日判別すると。これが事前学習です。はい。以上がバートの事前学習の説明になります。 はい、で今、マスクド・ランゲッジ・モデルというものを紹介したんですけども、このマスクド・ランゲッジ・モデル、従来の言語モデルと異なっています。その違いについて比較したのがこちらのスライドになっています。こちらのスライド、タイトルがオート・リグレッシブ・ランゲッジ・モデルとマスクド・ランゲッジ・モデルというふうになっています。 オートリグレッシブのランゲッジ・モデルが従来の言語モデルです。オートリグレッシブという単語ですけども、自己回帰という意味になります。マスクド・ランゲッジ・モデルが提案されて以降、このマスクド・ランゲッジ・モデルと従来の普通のランゲッジ・モデル、言語モデルを区別するために、オートリグレッシブという単語を付けることが増えているかなというふうに思います。あとは、オートリグレッシブ以外には、コーダルという言葉を代わりに使うこともあります。 で、オートリグイスブランゲージモデル、従来の言語モデルなんですけれども、何をしているものかというと、次の単語を予測すると。えー、下に図があるんですけども、BOS、Beginning of Sentence を最初に入力して、まず一つ目の単語を予測する、it。で、it を決めたら、次の時刻に it を入力して、えー、次その次の単語を予測すると。で is というのを次に決めたら、いずをさらに次の時刻に入力するという順番で、次々単語を予測していくというのが言語モデルでした。で今まで紹介した言語モデル、事前学習済み言語モデルの中では GPT がこういったオードリグリステムランゲージモデルを採用しています。 でオートリグレッスランゲージモデルは情報の流れとしてはユニーディレクショナル。左から右方向への情報の流れしかありません。え未来の単語が過去の単語を注目するということはできますけれども、過去の単語は未来の単語を注目するということはできないと。まあ、ユニーディレクショナルランゲージモデルになっています。でまあ、これは先ほどのプロセスのように文の生成ができると。えー 1>, 1つ目の単語を予測する、1つ目の単語を予測したら次の時刻に入力して2つ目の単語を予測すると。そういった形で文の生成ができるのが従来の言語モデル、オートリグレッシブランゲージモデルです。一方、マスクドランゲージモデルは何をしているかというと、マスクされた単語の予測をする穴埋め問題を解くランゲージモデルです。 「いつ?」という文に対してこちら「is が隠されているという図になっているんですけどもその隠された単語を予測すると逆に言うと隠されていない単語があってそれらを文脈として使っているということになりますで BART がこのマスクドランゲージモデルを採用採用というか提案したのが BART なんですけども BART はこちらのアプローチをとっています で、バイディレクショナルな言語モデルですと。未来の単語が過去の単語を参照することができるだけではなくて、過去の単語が未来の単語を参照することができると。情報の流れが双方向ですね、左から右と右から左、双方向に情報が流れている、そういった言語モデルになっています。で、文の生成が不可能括弧、弧をは困難というふうに書いたんですけども、基本的には与えられている単語が で隠されている単語があって、その隠されている単語を、その与えられている単語を文脈として推測するのがマスクドランゲージモデルになりますので、0、えー、から文を生成するというのは、基本的には、まあ、できない、えー、アーキテクチャ、あるいはアプローチになっています。 ただし、まああの、このマスクドランゲージモデルを使って文を生成するという試みもなされていて、まあ、もしかしたら将来このオートリグレストランゲージモデル並みのクオリティの文が生成できるようになるかもしれませんが、まあ、現状はあのなかなか自然な文をこちらで生成するのは、まあ、難しいというふうになっています。 はい、ここまでバートの事前学習について説明をしてきましたけどもここからはファインチューニングについてお話をしたいと思います。バートのファインチューニングも少し特徴的なところがありますのでそれについてお話をします。 b ー r t の特徴的なところですけども扱う応用タスクによって文の入力方法と使用する出力層の濃度を変えるというふうにここには書かれています。それについて下の図を使って説明したいと思います。でこちらの図なんですけども4つの b ー r t が書かれているんですけどもそれぞれ 分,配や分類問題、一文分類問題、質問応答、系列ラベリング問題に適応したときのバートの使い方を表しているものになります。1つずつ見ていきたいと思います。まず1つ目の分ペア分類問題ですね。こちらは2つの文を入力して、その2つの文の関係性を推定するようなタスクですね。例えば こちらに書いてある外因関係認識、エンテルメント・コントラディクション・ニュートラルの分類を行う問題ですね。あるいは2つの文の類似度を測る問題、あるいは2つの文が同じ意味なのか、そうでないのかを推定するような問題、これらがセンテンス・ペア・クラシフィケーション、分ペア分類問題です。 でこういった2つの文を入力する場合にはどうするかというと、事前学習と同様に、少し見づらいかもしれませんが、セップというセパレーターの特殊記号を使って2つの文を入力すると。このセップを挟む形で2つの文を入力して、また同様に、事前学習と同様に CLS という特殊記号を先頭に付けて、この系列を入力しますと。で トランスフォーマーですねの計算を各レイヤーで行っていて最終層のこの CLS に該当するところに識別器を結合すると事前学習の時にはここで NEXT SENTENCE PREDICTION ですね2つの文が隣り合う文かそうではないのかという分類問題を行っていた場所でこの分岐や分類問題類似度の判定だとか外関係の認識とかそういうことを行うと。 事前学習でその NEXT SENTENCE PREDECTION でこの2つの文の関係を分類するというタスクを事前学習 NEXT SENTENCE PREDECTION で行っていたのでその情報の経路が伝達の経路ができているという前提のもとこの CLS ですねに該当するトークンの最終層のノードでここに識別器を 結合するというのが、この分岐や分類問題に対するバードの使い方になります。で、つ続きます、一文の分類問題ですね。一文の分類問題は、例えば、えー、映画のレビュー文のポジティブ・ネガティブですね、映画について褒めてるのか、そうでないのか、あそういったような文の分類問題ですけど、その場合は、まあ、入力は一文ですので、文をそのまま単語列、まあ、正確に言うとサブワードの列ですけども、 入力するとただし、やはりこの CLS という特殊な記号を先頭に付けた状態で入力すると。で、この CLS に該当する濃度ですね、出力層の濃度にここに識別器を結合すると。でそこで、例えばポジティブ・ネガティブのような判定を行うというような扱い方をします。こちらは NEXT SENTENCE PREDICTION、あるいは分 p や分類問題と違って一文だけですけども、やはり この文の情報が、この先頭の CLS に該当するトークンのこちらに情報が流れるようなパスがあるという前提のもと、こちらに識別機を結合すると、それが一般的な使い方になっています。続きまして、右下の系列ラベリング問題について説明します。系列ラベリング問題では、 例えば、ここでは固有表現抽出という例があるんですけども、固有表現抽出というのは、文中にある固有表現、固有名詞ですね、例えば人の名前とか地名とか組織の名前とか、そういったものを見つける問題なんですけども、どうやってこの系列ラベリング問題、固有表現抽出を行うかというと、一文を入力するんですけども、一文の入力の仕方は先ほどの一文分類問題と同じで、文の 単語列あるいはサブワード列を入力しますと。で、その時に CLS という特殊なトークンは事前学習のときと同様に先頭にくっつけると。で、それを入力するんですけども、系列ラベリング、固有表現抽出の場合はどうやって解くかっていうと、各単語が固有表現に該当するのかどうなのか、固有名詞に該当するのか、そうでないのかというラベルを推定する問題として まあこの系列ラベリングを行うということで、各単語に該当する濃度にそれぞれ識別器を結合して、そこで分類をすると。 この図の O とか B パワーとかっていうのは、O は固有名詞に該当しない単語ですよと。B パワーっていうのは、ここから人名が始まりますよという意味の記号なんですけども、それを識別すると。これもマルチクラス分類問題として解いているんですけども、そのようにしてこういう表現を見つけるというのが、この系列ラベリング問題ですね。今までの紹介で系列ラベリング問題の例としては、 品種の推定問題、品種の付与というのを紹介してたんですけども、その場合も同様にこの使い方をします。最後、質問応答なんですけども、この左下の質問応答ですね。ここでいう質問応答っていうのは、具体的にはスクワットを指しているんですけども、スクワットは Wikipedia のパラグラフですね、パッセージが与えられていて、それに関する質問も与えられていて、その質問に関する 対するる答えがパッセージの中に含まれているとでそのパッセージの該当する箇所を抽出する問題ですよというふうに以前の動画で紹介したんですけども与え方としては先に質問を入力してセップという特殊記号で挟んでパラグラフですねウィキペディアのテキストですねをこちらに入力すると。 でその識別器をどうやって学習するかというとこのパラグラフの中で該当する箇所があるのでそのどこからどこまでがどこの範囲がその質問に対する答えなのかっていうのを分類問題として各トークンに識別器を結合して判定するというような使い方をします。 はいまあ、少し細かく見ていったんですけども、このようにして、分ペア分類問題、一文分類問題、系列ラベリング問題、質問とですね、さまざ、あ、まな種類のタスクに対して、入力方法ですね、と、出力、使う出力層の濃度を変えると。 逆に言うと、文の入力方法と、必要する出力層の濃度を変えることによって、さまざまなタスクに適用可能ですよというのが、アーバートのまた面白いところであり、話題になった理由の一つになっています。ここまで紹介してきた、事前学習とファインチューニングの方法を、実際に機械読解ベンチマークスクワット1.1、以前に紹介したものですけれども、 で、評価した場合には、人間のスコアを大きく超える性能を達成しましたよというふうになっています。まあ、これがまた、バートが話題になった理由の一つになっています。このスコアと1.1に、人間が取り組んだ場合、その平均スコアとしては、EM というスコアが82.3、F1 というスコアが91.2、それぞれ別の,そのパフォーマンスの測り方をしているスコアなんですけれども、それぞれ82.3、91.2というふうになっています。 もしこのバートがですね、このスカート1.1に取り組むといろいろバリエーションあるんですけど、最もいいものが87.4と93.2というところで、まあ、人間のパフォーマンスを超えていますと。あとはこの人間の下にあるこの2つのモデルですけども、こちらはバートの出る以前の まあベストなパフォーマンスのモデルなんですけどもそれ,とそれらと比べてもまあ大きくスコアが上がってますよというのがこの b ー r t になります。で今スクワット1.1に,について紹介したんですけどもスクワット2.0そしてグルーにおいても当時のステート・オブ・ザ・アートを達成しましたよというところで BART はとても話題になりました。 はいここまでで、バートの論文に関する説明は以上になるんですけども、もう一度おさらいをしたいと思います。アーキテクチャは24層のトランスフォーマーのエンコーダーで構成されるバイディレクショナル言語モデルです。実は24層と言い切っているんですけども、12層の小さいバージョンも提案されていますが、ここでは24層というふうに表記しています。で事前学習ですけども、ブックコーパスと言われている8億 単語からなるテキストと英語のウィキペディアですね、25億単語からなるんですけども、合わせて33億単語からなるテキストで言語モデルの学習をしてますと。その事前学習は、マスクドランゲージモデルと NEXT SENTENCE PREDICTION の2つのタスクのマルチタスク学習という形で事前学習を行いますと。あとはまあファインチューニングの方法についても説明をしました。 でそれらをこのスクワット1.1、スクワット2.0、グルーに対して適用して、えー、まあ評価した場合に劇的な精度向上、まあ、当時のステイト・オブ・ザ・アートを達成されましたよと、まあ、それがバートになりますで。ここまで紹介してきたバートなんですけども、バートの論文の中では自然言語理解ベンチマーク、スクワット等ですね。 とあとは固有表現抽出といわれているタスクで評価を行っていたりとかするんですけどもそ,のそれらのタスク以外 BART の論文で使われたベンチマーク以外のタスクでもこの BART というのが有効ですよというのがさまざまな研究取り組みで分かってきていましたでさらにいろいろなサービスにも使われるようになってきています その一つの事例が今表示している b ー r t を検索エンジンに導入すると。こちらの応用事例は本研修の第1回の動画でも触れていますし、後半に入るタイミングでも紹介しているんですけども、2019年10月25日に Google は英語の検索エンジンのアルゴリズムを b ー r t ベースのアルゴリズムにアップデートしたということを発表しています。Google のブログで発表しています。 あとは2019年の12月10日に日本語を含む70以上の言語への拡張っていうのを行ったよという発表を Twitter を通して行っています。というところで実は検索エンジンを使うと我々はバートの恩恵に預かっていることになっているというそういったものになっています。 ここで少し発展的な内容になるんですけども、BART の内部分析についてお話をしたいと思います。BART がいろいろなタスクに対して有効であるということが分かっていく中で、やはり出てくるのが、BART の中で何が起こっているのか、BART の挙動について知りたい、そういったお話が出てきます。で実際に BART の挙動について調べた 分析したたそういいった研究が多くなされていますここではバートのそういった内部分析に関する研究を2つ紹介したいと思いますまず1つ目なんですけどもバートのアテンションの可視化ということでこちらの論文ですね ACL という自然言語処理系の最高峰の国際会議ですけども ACL2019 のワークショップで発表されている論文になります でこの論文の中で行われていることは何かというと、b ー r t に対していろいろな文を入力してみて、その b ー r t のトランスフォーマーエンコーダーの、えー、マルチヘッドアテンションですね。マルチヘッドアテンションの挙動について何か傾向がないかというのを調べた論文になっていますで。その分析の中で分かったこととしては、例えば動詞と目的語。 あるいは受動対助同士と動詞といった単語間の特定の関係性に反応するヘッドがあるよとそういったことが分かれましたよというふうに述べられていますでその内容を説明している表しているのがこの右の図なんですけどもこの図の見方を説明したいと思います左上のブロックに着目していただくとまず最初に書いてあるのがヘッド8の10というふうに書かれているんですが これの意味は1つ目の数字の 8A はこれはトランスフォーマーの何層目かというのを表していますこの論文の実験では小さなサイズのバートを用いているんですけどもその小さなサイズのバートは12層のトランスフォーマーエンコーダーで構成されるモデルになっていますその12層のうちの何層目かというのを表しているのがこの1つ目の数字ですで2つ目の数字の10ですけどもこちらは その層の中の何個目のアテンションヘッドかというのを表している ID 番号になります。その小さなサイズのバートは1つの層につき12個のアテンションヘッドがあるんですけどもその12個のアテンションヘッドの中の10個目ですよというのがこの2つ目の数字の意味になります。つまりヘッド8の10というのはバートですね、の8層目のトランスフォーマーの 10個目のアテンションヘッドですよということを意味しています。で、この下にこの何か説明書きと図があるんですけども、このヘッド値の10の挙動に関するその傾向を説明しているものと、その挙動を可視化した図になっています。で、この説明ですけども、DirectObjects アテントゥーゼア e r ブスというふうに書かれているんですけども、ダイレクトオブジェクト、直接目的語はそれに対応する動詞に対して注意を向けると、そういった傾向がありますよというふうにここには書かれています。で、下の図なんですけども、こちらはそれぞれこちらの文とこちらの文をバートに対して入力したときのヘッド8の10のアテンションの重みを可視化したものになっています。 でそれぞれの2つの図で左右に全く同じ文が同じ単語列が並んでいるんですけどもそれぞれ左側がクエリー右側がキーを表していますバートトランスフォーマーエンコーダーはセルフアテンションの計算になりますのでそのクエリーとキーを同じ入力になるんですけどもこのクエリーからキーへのアテンションの重みを可視化したものになっています 1で一つ目のこちらの左の例ですけども、この文を入力したときに、この Fans という単語に着目してみると、このファンズは名詞ですけども、このファンズからプラグに対して注意を向けていると。そこのアテンションの重みの値が大きくなっているのが可視化されています。でこのプラグは動詞なんですけども、この動詞の目的語が実はファンズになっていると。この目的語から動詞に対する アテンションが強くなっているというのがここでは可視化されています。で、もう一つ、こちらの文を入力したときに、プランズという単語があるんですけども、このプランズはディスカスに対して注意を向けていると。このディスカースは動詞で、プランズは名詞なんですけども、このディスカスの目的語がプランズになっていると。ここでも、 動詞の目的語から動詞に対するアテンションの重みの値が大きくなっているというのが可視化されています。この文の中には実はもう一つ動詞とその目的語のペアがあるんですけども、それがアップグレーディングとラインになります。このラインからアップグレーディングに対するアテンションですね、は今紹介してきた2つほどではないんですけども、少し強くなっていると。 というのが、まあ、ここでは可視化されています、まあ。なかなかきれいに出ないこともあるというのが、まあ、こちらの例になっていますで。ここ全体で言いたいことは何かというと、バ、えートに対して何か文を入力したときに、その文の中に動詞とその目的語のペアが含まれていた場合、そのヘッド8の10で目的語から 動詞に対するアテンションの重みの値が大きくなる傾向にあるよということが、ここ全体で述べられていることになります。動詞の目的語から動詞、動詞の目的語から動詞ですね、のアテンションの重みの値が大きくなると。で、ここに86.8%という数字があるんですけども、これは何を意味しているかというと、この論文の実験の中で多くの 分をバートに与えているんですけどもその実験に用いたデータセットの中に含まれている動詞とその目的語のペアのうち全体の86.8%がこのヘッド8の10で強くアテ,ンションのアテンションの重みの値が大きくなったよということを意味しています。でそれがこの左上のブロックの意味になっているんですけども他にも えー、ヘッド8の11、ヘッド7の6、ヘッド4の10、えー、こちら以外にも論文の中には他にもいくつかあ紹介しているんですけれども、えー、それぞれ、えー、異なる単語間の関係性で、えー、について反応が出ると、そういったヘッドになっているというのがここに書かれていることになります。で、えー、これらから言えることは何かというと、バ、えート。 はマスクドランゲージモデルとネクストセンテンスプリディクションこの2つのタスクこの2つの目的関数で事前学習を行うんですけどもこの事前学習のみから文の構造をある程度捉えられるようになっているとマスクドランゲージモデルは単語の穴埋め問題でネクストセンテンスプリディクションは2つの文が隣り合うか隣り合わないかの日判別の問題でしたけどもその2つのタスク をこなすだけで文の構造の情報を全く与えていないんですけども、この2つのタスクをこなすという自転学習をするだけで、文の構造を捉えられるようになっていると、ある程度捉えられるようになっている。それがまあ面白い話かなというふうに思います。以上がこの1つ目の論文ですね、の内容になります。 でもう一つ、ここで紹介するのが、こちらですね、BART の内部分析のまとめ論文ということで、このタクルと呼われている自然言語処理系の最も権威のある論文誌ですけれども、そこに掲載されている記事、論文になります。でこの論文の内容は何かというと、今紹介した1つ目の論文も含めて、 バートの内部分析を行った、そういった研究が多くなされていますが、そういった研究をサーベイしてまとめた論文になっています。で論文のタイトルをこちらの右下に表示しているんですけども、この論文のタイトルの中でバートロジ o という単語が使われています。バートロジーですねこちらは造語になっていて、バートに対してオロジーという設備字をくっつけた造語になっています。 で、オロジーという設備字ですけども、例えばバイオロジー、エコロジー、サイコロジー、そういった単語で使われている設備字で、このバートロジーは意味合いとしてはバート学、学ぶという字ですね、えー。バート学という意味合いになるのかなというふうに思います。で、このバートロジーという単語がタイトルに使われている論文なんですけども、 繰り返しになりますが、BART の内部分析に関するサーベイ論文になっていますので、ぜひ BART の内部分析について興味がある方がいらっしゃいましたら、読んでいただくとよろしいかなというふうに思います。はい、以上が BART の内部分析についてのお話になります。こちらが BART に関する最後のスライドですけれども、ロバータ。 あるいはロベルタとも呼ばれますけども、ロバータというものについて紹介したいと思います。ロバータは Robustly Optimized BART Approach の略ですで。この論文がやったことは何かというと、もともとのバートの論文は Masked Language Model という新しい、えーまあ、ロス関数、目的関数を提案し、まあ、それで事前学習して、 えまあファインチューニングの方法も提案して、実際にそれをスクワットやグルーに適用したら、ステイドオブ・ジェアートを達成しましたよと、それがバートの論文の内容でしたけども、まだバートには性能向上の余地があるのではないかというスタンスの下で、いろいろ工夫をするというのがこのロバータになっています。バートのモデルの構造ですね、アーキテクチャは変えずに、 事前学習時にいいろろ工夫をするとここでいくつかピックアップすると例えばバッチサイズを大きくする、まあ、ハイパーパラメーターですよね256から8192というふうに極端に大きくしているんですけどこういうふうにバッチサイズを大きくしたりとかあるいは事前学習用のコーパスを増やす 16GB から約 160GB の容量のテキストに約10倍にすると。 いう、まあ、ことをするだけで、まあ、性能が上がりますよということで、いろいろな実験をして、それをまとめているのがこの論文になります。はい、で実際、それをスクワット1.1、スクワット2.0、グルーで試すと性能が向上しましたよというふうに述べられています。この下の表はグルーのタスクですね。 MNLI とか QNLI とか、これは GLUE に含まれているタスクの名前ですけども、この b ー r t とロバータを比べたときに、すべてのタスクにおいて性能が向上しているというのが確認できるかと思います。もし BART を事前学習したいという方がいらっしゃいましたら、このロバータの論文もぜひ読んでいただくのがよろしいかなというふうに思います。 はい、というところで、BART に関する説明は以上で、続きまして T5 というものについて簡単にですけども、紹介したいと思います。はい、こちらが T5 の説明のスライドになっています。名前の由来ですけども、Text-to-text-transfer-transformer、これが正式名称でして、すべて T で始まる5つの単語からなりますので、T5 というふうに言われています。 あ無理やり T で始まるように名前が付けられた気がしないでもないですけども、わ、えー、かりやすい T5 という名前になっています。で、アーキテクチャーとしてはトランスフォーマーで構成されるエンコーダーデコーダーモデル。えー、GPT ではデコーダーのみ、バートはエンコーダーのみでしたけども、この T5 はエンコーダーとデコーダー両方持っているエンコーダーデコーダーモデルになります。機械翻訳のために提案されたあ一番最初のオリジナルのお トランスフォーマーですね。あのアーキテクチャをイメージしていただければというふうに思います。この T5 に特有なこととして、すべてのテキスト処理タスクをテキスト2テクスト問題として扱うと、これについて後で説明します。事前学習については、745GB のコーパスと自然言語理解のデータセットを混ぜたデータセットで事前学習して、各応用タスクでファインチューニングすると。 この 745GB ですけども、b ー r t は 16GB、ロバータは 160GB でしたので、それらよりも大きい大規模なコーパスを用意して、さらに、この応用タスクの自然言語理解データセットですね、を混ぜた状態で事前学習するというのがまた特徴的なことかなというふうに思います。 で、その自然言語理解のデータセットを学習するときに少し工夫を加えていて、それは何かというと、自然言語理解のデータは、タスク指定のためのプリフィックスと条件文の形で与えられると。これは何を意味しているかというと、これを説明するのはこちらの図になっているんですけども、この図は T5 が真ん中に、エンコーダー・デコーダーモデルが真ん中にあって、 左右それぞれあるんですけども、この左がエンコーダーへの入力だと思ってください。右側がデコーダーから出力される単語列ですね、だと思ってください。それぞれ色分けされているんですけどそれらがペアになっていて、例えばこの緑の Translate English to German that is good これをエンコーダーに入力すると、 このドイツ語の文がデコーダーから出力されるようになると。それが T5 の学習になっています。で、このエンコーダーの入力を見てみると、translate English to German ですね。英語からドイツ語に翻訳せよと。これがタスク指定のためのプリフィックスですね。で、かつその後に条件文としてたどり作ると。これが英文ですけども、これをドイツ語に翻訳せよと。 いうふうな意味で、このシーケンス、単語列を入力するのが T5 への入力ですで。他の例も見てみると、2つ目のこの赤いものは、Coda Sentence ンン The course is jumping well って書いてあるんですけども、Coda というのは、グルーベンチマークの一つで、与えられた文の,の文法を見て、文法的に正しいか正しくないのかというのを、まあ、判定するタスクですね。 で通常ですと、日文類、文法的に正しい、あるいは文法的に正しくないの、日文類なんですけども、その日文類のタスクをこのような形で与えて、デコーダー側で notacceptable、これは正しくない場合の出力ですけども、notacceptable、こういう単語列が生成されるように学習すると。 もしこれが文法的に正しければアクセータブルになるんですけどもこういった日分類のタスクすらテキストを取得するという形で問題を解くこれがテクストトゥテクスト問題として扱うという意味になります。 でもう一つ、次の例を見ますと、STSB、センテンス1、ほげほげほげ、センテンス2、ほげほげほげと、これ2つの文が与えられていて、STSB というのは、これもグルーベンチマークなんですけれども、2つの文の類似度を評価するタスクですね。でこれも数値で本来出すんですけども、この3.8というテキストを出力する、デコーダーが言語モデルになってますけども、このテキストを出力するように学習すると。 いう,ふうになりますで一番最後のが、えー、サマライズ保護保養ゲ,ゲ,ゲ、えーサマライズという、えー、タスク指定のプレフィックスの後に、えーまあ、長い文あるいは文章を入力して、えー、その内容を要約した短い文を 出力するようにこの T5 学習するとこれらのデータを混ぜた状態でかつ 745GB のテキストコーパスも混ぜて事前学習するというのが T5 の学習方法になっています。つまりこのプリフィックスの内容もこの T5 は理解した上でこの出力を決めるというのがこの T5 に求められていることになります。はい で少し余談にはなるんですけども、この論文の中では、プレフィックスという言葉を使っているんですけども、この実は方法はだんだん一般的になってきていて、現在ではプロンプトという言葉を使うことの方が多いかなというふうに思います。でこちらが T5 が行った評価実験の結果のグラフになっているんですけども、 この論文の中では、スクワット1.1、グルー、スーパーグルー、CNNDM。この CNNDM だけ紹介してないんですけども、ようやくのベンチマークデータセットですね。これらで当時のステート・ゼ・アートを達成しましたよと。こちらがグルー、こちらがスクワット、こちらがスーパーグルー、こちらが CNNDM になってるんですけども、それぞれで当時のプリービアスベストよりも良い数字が出ていると。 ここら辺はグルーの各タスクのスコアですね。この辺がスーパーグルーの各タスクのスコアになっています。いというところで T5 は先ほどのスライドで紹介したプレフィックスあるいはプロンプトを使う方法で学習してあらゆるタスクでいい性能パフォーマンスを発揮したということでこれもまた自然言語処理コミュニティでとても話題になった論文になっています。 というところで今回は b a r t t 5について紹介をしました。b ー r t についてはとても有名なモデルですので時間を割いて説明をしました。T5 はプロンプトあるいはプリフィックスを使った学習方法について説明をしましたけどもこれが実は GPT2、3でも共通していますのでその理解の助けにもなるかなということでここで紹介させていただきました。 はいというところで今回の動画の内容は以上になります。次回の動画では GPT2 そして GPT3 について紹介をしたいと思います。 今回の動画ですけども、前回に引き続き、事前学習済み言語モデルの動向、こちらの資料を参考にして作らさせていただきました。また、BART の紹介のところでは、2つ目の資料ですね、自然言語処理の最新技術動向紹介、こちらの資料も参考にさせていただいて、資料を作らさせていただきました。はい、というところで、今回の動画の内容は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。